失礼いたしました。まさかこんなところであなた様にお会いできるとは。もしお急ぎでなければ一つお伺いしてもよろしいでしょうか。ん？どうかしたのかい？力になれるかはわからないけど。実は私、この自動販売機で飲み物を買おうとしたのです。機械にはもう十分な効果を入れましたし、支払いが完了した旨の通知もありました。ですがそれきり何の反応もないのです。この場合どこに連絡を入れればよろしいのでしょうか。直接治安局に通報すべきでしょうか、それとも自動販売機に記載のある会社でしょうか。こういう時は僕を呼んでくれたらいい。あなた様、もしやあなた様は凄腕のプロ棋士、そして名のあるビデオ屋の店長というだけでなく、自動販売機を扱う会社のオーナーでもあるのですか。何か勘違いをしているみたいだね。僕はただ自販機を直せるというだけだよ。なんと、そのような卓越したライフハックをお持ちだとは。してあなた様の経験上、この自動販売機はいかにすれば直りますか。自販機を蹴ればいい。蹴るですか。なるほど、人生経験の豊かな方にしか思いつかない絶妙な方法ですね。それではぜひ私めに試させてください。待った、代わりに僕が蹴ろう。さようでございますか。正直なところ私もうまく力をコントロールできるか憂慮していたのです。それではよろしくお願いいたします。さすがはあなた様です。この難題をいとも簡単に解決されましたね。こんなに買ったのか。しかも4本とも種類が違う。ええ、他の従業員の分も購入しましたので、それではこちらを差し上げましょう。お手伝いいただきありがとうございました。ささやかですがお礼の品でございます。実のところビクトリア火星の責任者としても、私ライカン個人としてもあなた様とはお付き合いを続けていきたいと考えております。次にお会いするときは一層心からのお礼をさせていただきたく存じます。